ございます。今日は発言はありません。お願いします。アメリカで行われた日米韓の交換協議に関してですけれども、はいはい、まあ、北の挑発行為への対応、あるいはキム・ジョンナム氏の殺害事件についても、まあ、意見交換されると見られていましたけれども、うん、まあ、どういった内容だったのか、およびあの大臣の評価をお願いします。はい、2月の27日現地時間ですが、ワシントン DC におきまして、日米韓の6者会合主席代表による会合、まあ、開催されました。そして共同声明を発出いたしました。これはの先般行われました日米韓の外相会合の、結果を踏まえて、3カ国の、協力の在り方について、まあ、議論を行いました。最近の北朝鮮情勢に関する意見交換を行うとともに、日米韓が連携しながら北朝鮮の挑発行動を自制させる、さらには、安保理決議等を遵守させる、こうしたことをしっかり、強く求めていく、こういった点で、まあ、一致をいたしました。合わせて拉致問題についても、改めて米国韓国から理解と支持を得た、こういった内容でありました。大臣の評価としては、これはあの北朝鮮の挑発行動、昨年から新たな段階に入ったと受け止めています。日米韓の協力の重要性はますます高まっていると思います。米国において新政権が発足した直後、先般日米韓外相会談を行いましたが、ぜひ米国新政権との間においても、その3カ国の協力の重要性をしっかり確認しながら、北朝鮮のこの行動に対してしっかり対応していかなければならない、その意味で、6者会合主席代表官 の3カ国の連携議論、これは重要であると認識をしています。意義ある会合であったと考えます。それからキム・ジョンナム氏の殺害事件に関して、韓国の情報機関がですね、国家的なテロだ、国家テロだという見方を示していますが、この事件に対する日本政府の見方と、あとはアメリカではですね、テロ支援国家再指定の声も出始めているんですけれども、こうした動きに対する政府の対応をお願いします。まずご指摘の事件については、今、マレーシア警察によって捜査が続けられている最中であると承知をしておりますので、今の段階で、具体的に申し上げるのは控えます。ただ、この VX のこの使用が、指摘をされています。VX、 これは化学兵器禁止条約上生産使用等が禁止された化学兵器であり、本件についてはその重大な関心を持って情報収集分析に努めているところです。引き続き情報収集分析を行い、今後の対応についても不断の検討を行い、そしていかなる事態にも対応できるよう万全を期したいと思います。そして、米国における、テロ国家再指定の話ですが、これも米国国内の動きですので、今私の方から何か申し上げるのは控えたいと思います。角先生、いかがでしょうか。日本で見ます。一部報道で、中国が日本の排他的経済水域 EEZ の中の海底で、過去5年間で、63件の調査活動を行っていたと、日本政府が把握している事実関係と受け止めをお願いします。そうですね、まず、相互事前通報の枠組みに基づかない形で、中国船舶の海洋の、科学的調査が行われていること、このことは極めて遺憾であると、考えます。我が国としては、こうした活動が確認された場合、現場海域において、海上保安庁巡視船等による、当該活動の中止要求、あるいは外交ルートを通じた抗議、こういったものを行っています。引き続き毅然かつ冷静に対応していきます。そして、
何ですか、実際がどうなのか把握しているかということですが、これは内容を、まあ、事柄の関係上ですね、これを明らかにすること自体が我が国の情報収集能力体制を明らかにすることにもつながりかねませんので、これは具体的な内容については明らかにするのは控えるべき事柄であると考えます。すいません、文科省がですね、最後だ最後、文科省 の、 元外交官の斡旋行為があったかと思うんですけど、大臣の方で調査されてますけれども、はい、現状の調査状況と新たに分かったことがありました。はい、今引き続き調査は続いています。関係者の聞き取り調査も含めて必要な調査を今行っていると承知をしています。引き続き調査をしっかり進めさせたいと思います。ありがとうございました。